まー7月26日の神があれですね、朝でございます。はい。今日の予定なんですけど、今日、ちょっとパチンコ打たないで、観光とか、あと、ちょっと動画の勉強とかしたいなと思ったんですけど、結局やっぱり、もう多分行っちゃうという、行くでしょう。もうただ、本当やることが正直めっちゃあるので、はい。うん。はい。なので、一応行って、いい台なかったら撤退。いい台あって、打てても、早めに、もう2時間ぐらいで持ち玉できなかったら撤退。で、もうやりたいことでやると、はい。いう予定で行きたいと思っております。はい。もう、あと、いる時間、どんくらいしかいないんだ ?26、27、28、29、30か。5日間で今39万ぐらいですかね。多分、仕事量、期待値通り的に当たってたら、多分60万ぐらいになってんじゃないかなと思うんですけどね。連日超いい台を打ててるので、まさかこんなに旅に出ていい台を打ち続けられるっていうのは本当正直思ってなかったんですけど、かなり下がってます。それに比べると、今、実質収支が。60万ぐらいになってても普通ぐらいだったんですけど、40万弱ですかね。はい。なんとか埋まってくれればいいなと思いますけどね。こればっかりはどうしようもないんで、はい。そんな感じで今日も頑張っていきます。はい。ただね、持ち玉できなかったらすぐ撤退します。で、もう、プライベートとか、あとやりたいこと、行きたいところ、行くというのをやります。そんな感じです。はい。また、レクターも行きたいです。昨日全然行けなかったんで。はい、そんな感じです。行きます。今ですね、17時20分、5時20分です。はい。今日はね、先ほどまでパチンコ行ってて、近江スペシャル MTE のですね、26回かな、計算したら、回る台を打ってたんですけど、持ち玉が消滅したんでね、はい、残念ながら、帰宅したと。はい。海終わって、先ほどつけ麺食べてですね、つけ麺食べて 650g 食べました。はい。で、マッサージ行ってちょっと体整えて、一旦帰宅してちょっと体休めたので、はい。これから、夕方からね、ちょっとお待たせする無料なので、そこで、巻き返したいと思います。はい。ちょっと早いんでね、ちょっと、あと4日後にちょっと東京に寄るので、ちょっとお土産でも先に買っておこうかなと思ってます。はい。ちょっとレポできたらします。そんな感じで、夕方からも頑張っています。任せてください。どうも。今、コジーさんのですね、愛されグルメか、越谷愛されグルメにも紹介されてる、なんだっけ、ガーヤちゃんの蔵屋敷に来ました。はい、お土産買いました。よいしょ。はい。ちょっとコジーさんが紹介してるの買いたかったんですけど、それは載ってなかったので、別のガーヤちゃんサブレを買いました。はい。お土産屋さんでなんかいろいろお土産屋さんがお土産が置いてあったお土産屋さんお土産がレポ下手かレポ下手すぎだな、ありましたんで買いました。はい、そんな感じです。ちょっと夜中に撮ってますので小声ですいません。はい、今だいぶね、このウィークリーマンションの部屋がね、壁が薄いので、はい、まあちょっとこれは教訓として北海道行ってからは、まあそれ以降もですけど、なるべく壁の厚いところに住みたいなと思います。はい、まあそのためにしっかり稼ぎます。はい、そんな感じですね。はい、で今日の結果報告なんですけど、7月26日ですね。はい、今日は最初行った店舗で、まあなんとなく、仕置き人は打てそうだなっていう風な台があったんですけど、栗がまあ空いてましたので、打ったらまあ23だったかな、くらいだったので、5000円打ってね、ちょっと足りないなと思って、他の台みたいですが、他の台打ちたいな、台なかったので、お店を変えたと。で、その後行ったお店で、大海スペシャル MTE15、いつも、この埼玉入ってからよく売ってる台なんですけど、で、平均すると26ぐらいある台を打ってたんですけど、結局、15時ぐらいに全部飲まれたと。だからそれ以降もう現金使いたくないので、撤退しました。はい。18時からの稼働では、主に今、北東無双を打ってたんですけど、はい。全然当たらずと。2回当たったのかな ?1 回当たって、ST 入って、よっしゃーと思って、そしたらもうスルーし、もう1回は単発だったんですけど、時短中に、誰だっけ、ケンシロウを選んで、シンと戦って、確か星が4つかな。はい。かなり勝ちやすい相手で、しかも、赤塚だったんで、これいけるかなと思って、いかないし、赤塚でリーチになって、結構熱い展開いって、これもいけるかなと思ったんですけど、それもいかずという感じで、2回とも、結局単発という感じでした。いやー、北斗無双僕が打ってて、正直全然連チャンしないんですよね。もう、何なんですかね。こんだけ打ってたらね、25,000発で3万発、いや、5万発いけててもおかしくないぐらい打ってる。結構長い時間打ってるんですけど、多分1回あたりで2万発以上出たことないんじゃないかなって思います。不思議ですけど。これが確率ってもんですね。はい。余談が多くなったんですけど、今日はマイナス41,967円でございました。はい。正直言って、今現在埼玉入って、プラス約35万なんですけど、仕事量、期待値的には、55万から60万ぐらい取れてるかなっていうふうに思います。正直しっかりとは計算してないんですけど、おそらくそのくらいの台を結構つかめて回してるんですね。はい。で、だいぶその期待値を下回ってます。はい。それは結果コントロールできなくて仕方ないんですけど、正直埼玉でここまでいい状況で稼働できるとは思ってなかったです。はい。僕なんてね、東京に住んでて、東京で稼働してるんですけど、結構いい状況で打ててるんですね。世間は、パチンコ業界終わったとか、全然今勝てねえよとか言う人もいますけど、結構いい状況だと思います、僕は。それは昔に比べたら良くはないですけど、それは何も知らない人たちとか、世の中のほとんどの人が、そういうふうに勝てないとか思ってるからっていうのもあるんですけど、うん、結構都内で僕が行っているところは、状況がいいし、全然勝てます。はい。まあ、全然勝てますね。でも、うん、まあまあ、僕はまあ、他の不動産の仕事してたので、パチンコだけ一本でやってたわけじゃないんで、なんとも言えないですけど、パチンコ一本だけでやったら多分、うん、まあ、60万ぐらいは、月稼げるんじゃないかなっていう気がします。はい。うん。ただ、まあ、それ正直告白しますっていう話なんですけど、まあ、このパチンコ旅、日本一周すると、はい、決めてから、まあ、そんな都内ほどいい状況なんて絶対ありえないっていうふうに勝手に決めつけて想像してたんですけど、いざ埼玉来たら、うん、多分埼玉のこのエリアだければ、まあ、東京と同じぐらい、うん、多分もっと調べていけば、もっといいホールもあると思うので、もしくはそれ以上月70万ぐらい、いけるんじゃないかなっていう感じがします。まあ期待値的にはね、はい、まあその約70万に向かっていけばまあね、当然マイナスに触れる、今月みたいにねマイナス触れてるんで触れる日もあればプラスに転じる時もありますけど、まあ平均したら月70ぐらいは。埼玉、今僕のいるエリアでしっかり稼働していけば勝てるんじゃないかなっていう感じがしてます。はい。うん。そんだけ期待値の高い台があります。うん。掴めてます。はい。まあこれはね、まあ僕の力っていうよりは、まあ、原大工さんが、いいお店を教えてくれたので、そこに行けたっていうのも大きいです。はい。まあ正直僕こんなに、いや、ここから告白しますって話なんですけど、いい台をつかめると思ってなかったので、僕がまあ行く前に考えてた立ち回りは、まあ結構品種買うかなと思ったんですけど、大型店舗に行って、まあボーダープラス1か2ぐらいの右打ちランプがついてる台に、座るとでゆっくりゆっくり自分の保留も右打ちランプ点灯しつつ回しながら、他の台の右打ちランプを見て右打ちランプ点灯したら打ってみたいな、かなり品縮を変えそうな立ち回りをぐらいしかないかなっていうふうに決めつけてたんですよね。うん、でもいざ始まったらもうゴリゴリに今期待値高い台を打って、うん、期待値を当てにして立ち回っているという立ち回りになってます。これは正直意外、うん、でした。はい。まあなので、パチンコしてて生活ですけど、僕がどう思ったかっていうと、やっぱり何でも決めつけちゃいけないなって、うん、例えばね、まあまあ周りの人がこう言ってたからとか言って、あ、じゃあそうなんだなっていうふうに決めつけないで、うん、自分の足で行って、自分の目で見て、自分の頭で考えて、うん、答えを出すというのが本当大事だなと思いました。まあ、本当に決めつけてたなと、うん。絶対東京以外で勝てねえよっていうふうに思ったので、うん。はい。そんな感じです。埼玉が結構、これまた別に機会で言うかもしれないですけど、結構厳しい状況なんですよね。あ、それ何かっていうと、厳しい状況なんですよねっていうのは、ごめんなさい、ちょっと前、まず営業時間が短いっていうのと、10日交換があると。僕、この2つ嫌なんですよ。うん。少しでも1時間でも長く打ちたいので、9時オープン。の店がほとんどだと思うんですけど、そういう店中心に行って、少しでも、回転数取って、しかも10日だと回らないんで、やっぱりホールチェックしても埼玉ほとんど10日なんですけど、10日の店はもう本当使えなかったです、正直。回らなかったんで。回らなかったんで、全部打ったわけじゃないですけど、まあ、空気調整見てれば大体わかるんで、おそらく回らないので、うん、で他の店は、まあ、東京都とか都が禁止してるんで結構有利なんですよね、うん、だからこれからね、都が禁止しているホールかつ9時オープンの店に行くことが多いと思うので、そうなると、まあ、今のこの埼玉よりもしかしたらいい状況で打てるかもしれない、うん、です。それなのに今埼玉でかなりいい状況で打っててるというね、うん、はい、まあ未来明るいですって思うようにしてます。はい、そんな感じで今日の僕の考えをお伝えしました。はい、それではよかったらチャンネル登録と、グッドボタンお願いします。グッドボタンが嫌だったら×でも OK です。なんかリアクションしてくれたら嬉しいです。はい、失礼します。チャンネル登録してね。